ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。落語界の皆さん、こんばんは。武田邦彦です。今日は、時の話題のちょっと二つやろうと思いましてね、多少は政治的な話もしたいと思いまして、まあ一番今、いろいろ話題になってるのは、兵庫県知事の、まあ、死亡者を出しましたからね、自殺だとは考えられておりますが、まあ東京都知事選も、いろいろ話題になっておりますので、まあ知事の問題ですね。これを少し議論してみたいと思いますが、もうあらかじめ、例えば、現在のテレビの解説ですとですね、例えば兵庫県知事だと、パワハラいけませんねとかね、何しろ死者を出したんだから辞任すべきですねとか、まあ自民党の兵庫県連が知事に辞任を要求してますとか、まあそういうようなこう本当の悲壮、ある事件が、政治的な事件が起こったら、ある悲壮のところだけが放送されると、まあ、いうことになりますし、また東京都知事選ではですね、まあこれはちょっと別の視点から見なきゃいけないというふうに思いますので、まあ二つ、できれば二つですね。今日は最近の知事選挙とそれから知事の不祥事についてですね、少し深く考えてみたいというふうに思います。つまり、現在のテレビとか新聞なんかに我々がすぐこう乗ってしまうのはですね、人の批判とか、それからその個人の問題とか、そういう問題に、注目しちゃうんですよ。これはもちろん、聞く方も知識いりませんしね。ですから、分かりやすいっていうか、全然何も分かんないんですけど、表層だけをこう喋ると。そうするとみんな感情的になって、知事やめろとかですね、小池なんとかとかって興奮になっちゃうわけですね。だけど、我々は主権者なんですよね。日本国民は日本の主権者なんです。主なんですよ。主ってことはどういうことかって言ったら、知事がポンコツだから辞めさせてもあんまり得になるというか、将来のためにならないんですね。将来の日本のためを考えて、そういう事件が起こった時はですね、主人として考えるってことですので、少し深くですね、やっぱり物事を考え、そういう事件が起こった時にですね、現在の、まあ、知事選挙なら知事選挙の問題点、これを深く掘り下げて、そして、それに対して、兵庫県の問題、東京都知事の問題、それからその他の問題をですね、考えていくっていう、そういうことでやらなきゃいけないわけですね。それで、兵庫県知事の問題はですね、もちろんパワハラがあったかもしれないし、それから、まあ、局長クラスが自殺されてますんでね。やっぱりそれはかなり大きな問題なんで、やっぱりこれはこれで百条委員会でよく議論を進めていく、これを見なきゃいけないっていうのはあるんですね。これは、だけどかなり表層なんですよ。これは深いじゃないかというと結構表層なんです。なぜかって言いますとね、兵庫県知事の問題っていうのはですね、前にはですね、今の知事さんの前の知事さんはですね、全国知事会の会長なんかもやっておられて、私なんかもお会いしたことあるんですけども、非常に貫禄もあってですね、まあ、いかにも知事さんという感じの人でした。それで非常に長期政権で、4期か5期ぐらいをやられてですね、まあ、兵庫県といえばあの知事というふうに皆さんがわかるような知事でしたね。それが今度引退しまして、他選のね、やっぱりなるんで引退しましてね。そして、新しい知事の方が立ったわけです。まあ主には立つ時の経過はですね、自民党が大体主体となって推薦し、それに対して維新が、それを協力したっていう、そういう形で、挑戦しました。ですから、当選の形は必ずしもですね、現在の憲法が認めている地方自治という意味でですね、兵庫県民の意思が実現したかどうか、ちょっと怪しげなところあるんです。それはどうしてかって言いますとね、確かに形はそうなんですけども、現在は、例えば兵庫県でですね、自民党と維新が一緒になって遅くなると、ほとんど組織的な活動はそこだけということになるわけですね。もともと組織的な活動っていうのはいけないんですよ。つまり組織的な活動っていうのは、その組織的に組織とかその関係してる人に徳がいくってことですよ。例えば、非常にね、いげつないこと言えば、知事を推薦した団体が、知事の任期4年間に便宜を図ってあげるってことなんですよ。いろんな仕事の意味とかね、お金の意味とか、そういうことでですね、認可の意味とか、それは本当は民主主義であっちゃいけないんです。ですから、
組織票っていうこと自体がもう本当は基本的にはダメなんですよ。これまず我々考えなきゃいけないですね。政治は確かに医師会なら医師会が推薦する候補者が医師会の応援で当選する。これはある意味では国民の一部の人たちの利害を代表しますから、民主主義の一つの形ではあるんですけども、これが行き過ぎますとね、結局、まあ今、不動票って言ってますよね。不動票なんて不動票じゃないんですよ。不動票が本当なんです。日本国民として日本のために投票するっていう人が、現在では不動票扱いになってですね、でまともな投票は不動票って絶対これ悪い意味ですからね。まともな投票は組織の票なんだ。組織の票ってことは、例えばある会社から出てくる、ある、みんな利益代表なんです。だから利益何かの団体に入ってる人たちが、皆さんから集めた税金とか権限のおこぼれをいただくってことになりますから、私はね、現在の選挙の形なんかですとね、もう組織票と言ったら絶対入れない方がいいんですよ。つまり、組織票っていうのは特定の団体にしか得がいかないっていうふうにした方がいいんです。なぜかって言いますと、政治家の資質が高くてですね、それで政治家が本当にしっかりしてれば、ある程度組織で、組織の票で合格してもですね、その組織べったりに何かやってあげるってことはしないんですよ。私が知っている政治家の中でそういうことを一番嫌う人は、実は名古屋市の河村市長なんです。河村市長は市長になっても衆議院議員になっても、絶対に自分に親しい人にメリットを渡しません。その役得がないわけですよ。だから少しずつ離れていくんです。名古屋市の河村市長に文句を言う人とかそういう人はどういう人が言うかって言ったら、俺応援したのに役得くれないじゃないかっていうことなんです。で、名古屋市の河村市長に、我々と批判的な新聞とかテレビも、なんで批判的かっていうと、その新聞とかテレビにメリットをくれないんですよ、彼は。彼は名古屋市民のための姿勢しますから。そうするとどういうことになるかって、やっぱり一匹狼になっちゃう。この状態を僕はね、15年ぐらい横でずっと見てて、河村市長から次から次と離れていく。離れていくのは、河村市長の人格がないとかそういうことじゃないんですよ。彼は、自分を応援してくれる人とか、自分に、あの人金取らないですけど、金出そうとした人は、みんな断っちゃうんですよ。私は、市民の市長だから。まあそういうことは、特別な人にいいってことはやりません。それでみんな少しずつ少しずつ側近が離れていって、側近中か、応援団が離れていっちゃうんです。つまり、僕は名古屋市のね、市政に関係して、ああ、今の政治は汚れてるなと思ったの一つはそれなんですよ。メリットがあれば、その人を応援する。自分にメリットがなければ、去っていくんですよ。だからまあ、極端に言えば、長い間、河村市長が市長になってから、今まで15年ぐらい、ずっと河村市長をサポートしてるのは、そのアドバイザーグループだったら僕だけになっちゃう。あとみんないないんですよ。まあ、その人たちがね、具体的にメリットを要求してそれがくれないからっつって、やめたかどうか一人一人に聞いてないですよ。だけど全体として見れば、とにかく河村市長は、自分の応援をしてくれる人がすごく苦労して、僕なんかすごく苦労したんですけど、苦労しても何にもメリットくれません。何にも。それは名古屋市としてやってるわけだから、ね、メリットを個人にあげてはいけないんですよ。これが僕が河村さんを、支援してる一番大きな理由なんです。やっぱり政治家はそれが一番大切なんですよね。なんかやってくれたから、自分の権限、市長としての権限でお金を、なんか受注させるとか、よく土建屋さんなんかあるんですけど、それ一番いけないんですね。それからもう一つはですね、兵庫県の場合はですね、前の20年ぐらいやった知事がですね、自治省出身なんです。自治省、まあ、自治省って今あったかな？総務省かな？とにかく、地方自治の総括の中央の役員なんです。だから、地方自治っていう限りは、地方の知事が、知事とか市長がですね、国とは独立して選挙で選ばれるような体制じゃなくちゃいけないんですよ。ところが日本人の、まあ、私最近ちょっと言ってるんですけど、日本人のずるいところがあってですね、民主主義は応援してる。民主主義は確かにいいんだ。こう言ってるわけですよ。選挙もちゃんと正しくやれとこう言ってるわけです。まあ、東京都の知事選なんかも選挙は正しくやれ、選挙は正しくやれって言ってる。その選挙は正しくやれって言ってる我々選挙民がですね、やっぱりちょっとずるいところがあるんです。つまり兵庫県の知事は、自治省から人を送ってもらった方が、地方交付税だとかなんかいっぱいありますからね。だからつまり、
日本政府というのは地方に国のお金を配ったりしますから、その比率がいいとか顔が利くとかそういうんで自治省の役人が知事を治めてることが多いんですよ。10人以上そうだと思いますよ。ちょっと正確に政治評論家の方に計算してもらわなきゃいけないです。かなり多いんですよ。ということはどういうことかって言ったら、現在は日本は地方自治じゃないんです。中央の役人がみんなこう昔の県令みたいなもんですよ。県令ってのは県の令、こう命令の令って書くんです。県令ですね。これは中央から各県に派遣されたんです。それとほぼ似たような形になってる。特に兵庫県はそれがずっと続いてた。前の知事はそういう知事でしたからね。中央から来た知事です。今度の知事も中央から来てるんですよ。役人が来てるんですよ。役人が悪いってこと言ってないんです。役人でもですね、その兵庫県と関係ない、そういう地方自治に関係ない人が知事として来て、その人が力を発揮するというのは、まあそれはいいことですよ。だけどもね、地方を直接管理する役人が来るんですよ。で、それに自民党が応援して、維新も応援して、それが当選するとどういうことになるかっていうと、地方自治はもう全然成立しないんですよ。全部中央の言う通りになっちゃうんです。だから今度のことで兵庫県知事は、パワハラとかなんかありますけども、一番の問題は、中央の自治、地方自治の役人が来てるってことなんです。役人の天下りなんですよ。だから兵庫県はその意味ではですね、これがいい機会って言ったらちょっと言葉悪いんですが、要するにちょっと兵庫県の人が考えてみて、やっぱりね、兵庫県はプライドのある県だから、兵庫県で人を選ぼうじゃないかと。中央に顔が利くからって言って選んで、そのおこぼれをもらうとかね、そういうことじゃなくて、兵庫そのものを良くする。そういう目的で兵庫県の知事を選ぶと、まあ、いうことが僕は一番大切だと思いますね。ですからまあ今度のことはそういうことを考えるいい機会になったんじゃないかと思います。本当はですね、日本のテレビとか新聞記者がしっかりしてれば、今度の兵庫県知事の問題は半分以上は、パワハラとかおねだりとかなんか一つも言わなかったとかそういう言葉尻じゃなくてね、基本的な日本の地方自治の問題っていうのがもうすでに成立しないようになってる。この成立しないようになってるのは国民のせいなんですけども、責任なんですが、なんで国民の責任になってるかっていうと、マスコミが流す情報が不十分なんですよ。ですからマスコミはですね、自分たちが流す情報で国民が右往左往するっていう快感をずっとこのところ味わってるわけですよ。朝日新聞が一番そうですね。戦前は朝日新聞が戦争を煽った。だから戦争を新聞が煽れば国民は戦争したくなる。で、戦争が終わると今度は平和平和っていう朝日新聞が一番典型ですね。コロッと変わったわけですね。もっとはっきりしてるのは、戦前は早稲田と慶応の早慶戦、野球ですね。これはアメリカの魂のスポーツだから、朝日新聞の権威を持って早慶戦を潰してみせるって言ったんですよ。実際上そういう活動をしました。ところが今度はアメリカに負けてないけど、まあ負けた形になって、そしたら朝日新聞が何をやったかって言ったら、全国高校野球ですよ。それが教育になる、日本人の教育になるって始めたわけです。これが朝日新聞特有の、まあ僕が言ってる朝日新聞ではないと、朝日情報操作会社だと言ってるのはそれなんですね。つまり情報を操作したら人の心を奪えると、人の頭を奪える、そしたら自分の思う通りの収益が得られるっていうのが朝日新聞の考え方だから、こういう考え方をなくしてもらわないとね、日本が良くならないんですよ。ですからまあ、兵庫県知事の問題はね、本当に中央の地方自治を担当している役人の偉い人を入れれば、それはね少し得するでしょう。しかし本当にそんな少し得するということを思いっきりに置くか、兵庫県にいる人はよくね考えてほしいんですよ。それを兵庫県のための人を選ぶのか、いや、ためったってただお金をもらうじゃないですよ。長期的な兵庫県の発展のために中央の金をもらってね、発展したって大した発展はできません。やっぱり兵庫県自身が強くなり、兵庫県自身の価値が高くなるっていうことですね。例えば愛知県ですと、もう全然知事ダメですけど、愛知県はもう愛知県で独立するっていうぐらいの気概を持ったね、そういうやっぱり知事を選ばなきゃいけない。そういうのが全くないので、愛知県の知事なんか選挙なんかもう 33%、 愛知県民の3分の1しか投票してないんですから、
ですから全然本当は知事じゃないんですよ。しかしそれを愛知県の主要なマスコミなんかは応援します。なぜかったらマスコミもまた同じことなんですけど、マスコミだけを非難することはできないんですけど、やっぱり自分たちだけの選挙というふうになってるわけですね。翻って兵庫県知事のこの問題と関連してですね、東京都知事の問題を言いますと、やっぱり事前にですね、候補者の政策をきちっとテレビ新聞が伝えなかった。須田慎一郎さんがね、いわゆる泡沫と言われてる人10人ぐらいのインタビューをしてネットで流しましたけどね、それだけでも随分参考になりました。わずか20分か30分ぐらいね、流しただけですごく参考になりました。ですからテレビなんかは協定してですね、いっぱい曲がありますから、5曲ぐらいが協定して、その曲ごとに全部っていうか、候補者で自分は政策を言いたいという候補者がいっぱいおられましたからね、その政策をきちっと流して、それで都民が、あ、これこういう時にね、この前ね、ファンの人からいただきました。これすごく効くんですよ。ありがとうございます。これをいただきまして随分助かってます。それでね、やっぱり都知事選挙をちゃんとしたものでやりたいっていうのが一つ。それからもう一つは、選挙が終わったらしばらくは論評はちょっと控えなきゃいけないんですよ。っていうのは、選挙っていうのは非常に神聖で、ちゃんとした国民の意思なんですよ。ですから、どんなに形式的であってもですね、やっぱり選挙が終わったら2ヶ月か半年ぐらいはですね、論評を少し避けなきゃいけないんですね。もちろん小池さんみたいに選挙違反があったとか、そういう疑いがあるから裁判に訴えるというのはこれすぐですよ。これはすぐですけど、そういう以外の論評はですね、やっぱり選挙結果をある程度尊重するっていう態度なきゃ。これは車の両輪ですね。選挙が正常に行われる、それによって選挙結果を重んじるっていう二つが大切なんですよ。で、これ二つがどっちも欠けてもダメなんです。選挙がダメにやられたらね、ダメだし、選挙違反みたいなことやられたらダメだし、それから選挙結果を国民が重んじなければ、その結果として必ず選挙はいい加減になります。ですから選挙結果を重んじるという、そういう国民の覚悟と、それから選挙が正常に行われるというのは車の両輪ですから。だから今ね、やっぱり東京都知事候補をバッシングしたりですね、それから、まあ、特に落選した候補をバッシングするのは一番いけないんですよ。これはね、落選っていうのは落選なりの理由があって落選してるんですから、落選候補を叩くっていうのが一番ね、簡単なんですよ。これ簡単なんだけど、まあ、ちょっと我慢して、それで3ヶ月ぐらい経ったらね、東京都知事選を解雇するということで、しっかりとしたデータを使って解雇するっていうことをしないとですね、だんだん知事の選挙はダメになっています。で、知事の選挙がダメになったもう一つの理由はですね、現在知事の能力が低いので、知事の権限がどんどん小さくなってるんですよ。ほとんどね、その県に所属する市町村かなんかの陳情を受けて、いいとか悪いとか言ったりね、それからイベントに出てですね、私が知事ですって言ったりっていうレベルに今なっちゃってるんですね。で、それでもできるようになってるんですよ。まあ、人が、個別の人がどうだってことないんですけどね、そういう煽りを受けて、まあ、東京都とか大阪府とか、そういうでかいところの知事選挙って大体ね、芸能化しちゃってるんですよ。名前が有名だったら当選するっていうのがなっちゃってね、本当にその県の将来をどうするかっていう、しっかりとした政策で戦うっていうことがなくなってきた。だからまあ、私はこの兵庫県知事の問題は、一番大きいのは地方自治が脅かされてるってこと。つまり、中央の役人の偉いのが行って、その県に少しなんかメリットがありますよっていうね、今の自民党政治ですね。メリットを取るための政治。つまりメリットって国民にメリットだったらいいんですけど、国民とか県民にメリットだったらいいんだけど、自分たちの団体にメリットっていうね、そういう考え方が兵庫県知事では一番知事選では問題があるし、まあ、東京都の知事選ではですね、やっぱりちゃんとした選挙が行われず、選挙の後の批評が適切じゃないという、車の両輪の2つとも狂ってしまってるということを指摘してですね、まあ、このひばりクラブでは時々しかやりませんが、現在の政治の一面に光を当ててみました。